生徒にいじめられ、大切な人形も壊されてしまいました。はい、そこまで。じゃあ次。ん？次、おとなしさん、読んでください。どうしたんですか、おとなしさん。読むところがわからないんですか？はい？え、どうしたんですか、おとなしさん。ダメですよ、先生。え？メルちゃんは極度の口下手なんです。他人とのコミュニケーションがすごく苦手なんですよ。口下手。イライラするわね。言いたいことがあるならはっきり言えばいいのよ。訴えるわよ。まあまあ、私のひいきしてる子いじめないでくださいね。ん？メールアドレス？その子、恥ずかしがり屋でメールでしか会話できないんです。それじゃあ仕方ないですね。私、メールって苦手なんですけど、頑張って打っちゃおうかな。こんにちはっと。送信。メールメール、メールメール、メールメール、ピロリパロピリロラ。返信が来たみたいですね。どれどれ？な！何かの間違いですよね。メールメール、ピロリパロピリロ。メールじゃ毒舌！君のような人がネットで私の悪口を書くのですね。でも会ったらおとなしくて礼儀正しいから怒るに怒れないんですね。もうひいきするのはやめます。絶望した！ネット社会に絶望した！へえ、メールだと言いたいこと言えるんだ。じゃあ、私と対等に言い合えるってわけね。私のアドレス、送信したよ。メールメール、メールメール。どれどれ？くっ！訴えてやる！もじもじじゃないでしょ！このメールペッキーが！ピロリパロピリドラ。今度は何ですか？最終通告？貴殿の債務について何度か連絡いたしましたが、入金の確認ができておりません。架空請求！いたずらはやめてください！いや、待てよ。あれかな？心当たりあるのかしら。あ、バッテリーが切れた。あれだけ使えば無理もないわね。学校じゃ充電禁止ですからね。乱暴ですか！露出に関してはスルーなの？うわぁ、また来た！電源切るか着信拒否にすればいいのに。私に？お前いつの間に委員長キャラになってんだよ。真ん中分けが。なんですって？お前みたいな不女子って言うんだろ、キモいやつ。男の尻ばっか追っかけないで追いかけてもらえる女になってみる。ブス。そんな！今時包帯キャラなんて流行んねんだよ。好きで怪我してんじゃないよ。お前ほんと特徴ないな。ひどーい。